今日はパン耳ラスクを作るぜ。しかもただのパン耳ラスクじゃないんだ。何でも来い。あかりさんは何でも食べてやる。今日はバターで焼くなんて生優しいもんじゃねえ。バターで揚げてやるぜ。意味がわからん。まあ、このバターの量を見てくれ。すごい。これは、世界のカロリーマニアも満足するぞ。そして今回はこの大量のバターを使って、パンの耳を揚げるんだぜ。バターを揚げる料理はあるが、バターで揚げるのは初めて見る。さあみんな、カロリーの旅に出ようぜ。あかりさんとぽっちゃりツアーだ。まずはバターを熱で溶かして、液状にしていくぜ。世の中にはバターソースという、最初から液体状になっている、バターソースなるものがあるみたいだが、どうやら味はバターの代わりにはならないようだから、この動画ではバターを溶かしていくぜ。思いのほかバターが多かったから、大きめの鍋に移動させるぜ。誰だよ、こんな無計画にバターを買ってきたのは。完成や成功が約束されてない動画ですまん。そして再びバターを溶かす作業に戻るぜ。バターがこぼれたんで、ちょこちょこ周りを拭いているが、気にしないでほしいぜ。そして、このお鍋でも溢れそうになってきたので、さらに大きなお鍋に移動させるぜ。バターってなかなか溶けないもんだな。ネットを探してもバター4本を溶かす方法は、どこにも載ってないからな。試行錯誤をしてるぜ。世界のほとんどの人がまともで常識的なんだろうさ。液状化もだいぶ進んだから、ここで強火にして、パン耳を揚げる準備をしてくぜ。温度をチェック。バターは油みたいだが、油みたいに160度までは上がらなかったぜ。映像の通り110度ぐらいがバターの限界のようだぜ。バター熱くならない。クールなやつだったのか。揚げ物の温度としては不安があるが、これがバターの限界みたいだから、ここでパンの耳を入れていくぜ。耳をそがれた食パンはどうなった？多分サンドイッチに使われる、卵サンドとかになるんじゃないかな。やはり温度が足りなかったのか、パン耳はカリッとならなかった。カロリーマニアのあかりさんでもべちょべちょは嫌だな。なんとか食べられる状態にするために、表面に焦げ目をつけて、カリッとさせていくぜ。最初からバターで炒めればよかったですね。バターは揚げ物の適正温度にならない。これがバター揚げが存在しない理由だったのぜ。でも、揚げ焼きぐらいならいけるらしいぞ。焦げ目をつけ、ある程度冷やすと乾燥するから、それで、食べ応えはサクサクとなったぜ。カロリーモンスターはどうだったかい？フライドバターとかが美味しいと思える人は、いいと思うぜ。ちなみにお嫁さんは美味しかったけど、しばらくしたら胃に来た、とのことだ。やはり、デブ飯は、若い頃に食べるべきってことだな。今週の厚焼き卵、びっくりドッキリ作戦はこちら、砂糖増し増し厚焼き卵。一般的な甘い厚焼き卵ってやつだな。そう、そしてこの砂糖増し増しにより、厚焼き卵の表面に焦げ目がつきやすいようにしたのだ。過去回を見ると、奥さんがしょっぱいタイプが好きで、他の家族は甘いタイプが好きだって言ってたな。そうそう、だからご家族にとっては歓迎される味だとは思うわ。奥さんは苦手な味だけどね。そっか。しかし7年近く拒絶してきた甘々厚焼き卵、巻き目をつけるなら甘んじて、お砂糖を受け入れる覚悟よ。そんな大げさ。人ってね、これこそが綺麗な形、これこそが美味しい味、とかの主観って結構譲れないものなのよ。ああ、なんとなくわかる。口では美味しいですって答えていても、心の中までは変われないもんな。そんな感じ。おっさんの覚悟はわかったが、今週も先週と変わらない。ぐちゃぐちゃした表面に見えるんだが、男は中身で勝負。気持ちはわかるが、中身で勝負するためにも、外見はできる限り綺麗にしておくものだと思うぞ。あ、でもマシになったか。角材のおかげかな。巻き目はどうだろう。そうね、できてるような気がするってところかしら。ひょっとしたらこれが一回巻きの限界かもしれないわ。それじゃお弁当の中身紹介。お願いします。右からリーフレタス、うまハンバーグ、巻き目のオーラを感じる厚焼き卵、カットミディトマト、海苔塩もやし、上の段、ちくわの磯辺揚げ、冷凍。最後はご飯の上に。あかりさんだぜ。感想はどうかな？感想は息子くんでハンバーグが美味しかったそうです。うまか。息子の弁当に、馬を入れるとかいかれてるな。
昨今はコンビニからも、ウインナー弁当なるものが発売され、日本の経済の先行きに不安になる一方、見栄を張らずに美味しいものは、美味しいと、正直に言える良い時代が来つつあることを感じたぜ。まあ、おにぎり弁当とかそういった、小型のお弁当の仲間でしょうね。そしてこの動画では、お弁当のメインおかずは必ずしも、立派ではなくても美味しいってことを証明するために、魚肉ソーセージのケチャップ焼きを作るぜ。ウインナーではないんすね。自炊した経験がある人は知ってると思うが、ウインナーって結構お高いんだぜ。言ってもお肉ですからね。というわけでこの動画ではお値打ちな食材、魚肉ソーセージを使っていくぜ。うっす。大きさは各自お好みの大きさにカットしてくれだぜ。カットした魚肉ソーセージにケチャップ、コンソメスープの素、そして塩コショウで味付けだ。この味付けはピザやパスタに合う味で、手っ取り早く洋風の味にしたい時におすすめの味付けだ。なんだかグロテスクな映像にも見えてしまうっす。お前、ホラー映画とか結構好きだよな。ですね。俺は怖いの苦手なんだぜ。それはすいませんでした。まあ、魚肉ソーセージは怖くないけどな。あ、でもソーセージを使ったホラー弁当ってのも、世の中にはあるらしいですよ。その時は俺を呼ばないでくれ。焼き目をつけて完成っす。それじゃお弁当の中身紹介だぜ。お願いします。右から、リーフレタス、魚肉ソーセージのケチャップ焼き、カットもも缶、赤ピーマンと塩昆布を焼いたもの、上の段、コロッケ、冷凍、海鮮中華っぽい何か、最後に日の丸。味はどうしたかね。感想は息子くんで、シーフードが美味しかったそうだ。やっぱり材料費が高い方が美味しくなるんすかね。あいやー、スタージャンハオ、ロンロンですある。本日はナスだけマーボナスを作っていきますある。昨日の魚肉ソーセージといい、今日のお肉の入ってないマーボといい、おっさんお金がないのか。予算はいつも厳しいので、懐事情ではないそうですある。そうなんだ。副菜も作っていることをアピールしていたいとのことです。まあ、冷凍食品以外を入れていることもあるが、とりあえず、海苔塩もやしの出現率が異常に高いことは、知っている。気分で買った海苔塩の素が大量にあるので、頑張って使っていると聞きましたある。迷惑な話だ。調味料は鶏ガラスープの素、豆板醤、味噌、そしてここでオリジナルチャート、紹興酒を投入。本に忠実な方がいいように思うのですが、そしてさらなるオリジナルチャート、娘さんには片栗粉は水に溶いて入れた方がいい、と言っていたおっさんですが、実は、この流浄片栗粉を使えば、そういった手間がないのです。なぜ流浄片栗粉を教えてあげなかったんだ。料理の先輩風的なものを吹かせたかったそうですある。それでお弁当の中身を教えてください。ジーダオラ、右からリーフレタス、フランクフルト、ナスだけマーボナス、カットミディトマト、缶詰みかん、上の段、ご飯の上に、ゆかりさんです。そしてレンコンとひき肉揚げは冷凍食品、以上ですある。感想を教えてください。感想はおっさんで、マーボナスはお肉を入れた方が美味しい、とのことでしたある。そりゃそうだ。油にラードなどを使ったりと、工夫したみたいですがダメだったようですある。肉、タンパク質が大事ってことです。名誉のためにフォローしておきますが、ナスだけマーボナスは副菜としては問題はないとのことですある。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。コメントの書き込み、チャンネルの登録、マイリスの登録もありがとうございます。タグ、宣伝、ツイートでの盛り上げもありがとうございます。それでは、皆さん。いってらっしゃーい。お気をつけて。ここからは打足の時間。料理とは何の関係もない。ロンロンの設定についてだぜ。苦手な人はここで次の動画へ飛ぶことをお勧めします。資格ロンロンの経歴進学校の生徒会長。グループ企業の御曹司。絵に描いたような上級国民だったが創業者の祖父、後継ぎの父、婿養子の相次ぐ急死で会社が専務派に乗っ取られそうになり、親族派の利権を守るための急先鋒に立たされる。あまりに若いロンロンは、精神的ストレスから会社を去りこの動画のアルバイトに行き着く。その後、会社に戻り肩をつけ、正式に会社を去る。現在はグループ創業の地で自前でせんべい屋さんを営んでいる。しばらくは平穏だったが協力企業からはしごを外されグループ企業が再び傾き始めたとのこと。このタイミングで生え抜きの番頭がせんべい屋さんに訪問するようになってきた。
この番頭とは家族ぐるみの付き合いだったので親しいらしい。四角レンジとの関わり動画で一度ロンロンが口にしたレンジ先輩にお願いしたが断られたというのは、会社での生産を手伝ってもらおうとして断られた話。しかし、面白がって包丁さんが関わり出したので仕方なくレンジ先輩は会社生産の手助けをすることになった。感謝しても感謝しきれない相手、四角フライパンとの関わり他にロンロンが口にしたフライパンさんが助けに来てくれたというのは、再び会社に戻ったロンロンを心配してフライパンが迎えに来てくれたことを言っている。かなりアクロバティックな送迎だったようだがどうやって迎えに来たかの詳細は別に機会に説明します。それ以降、特にフライパンを敬愛するようになった。四角やくみとの関わりやっくんとは学校での同期生ロンロンは1年生から生徒会長をやっくんは2年生から初期そして副生徒会長をやっていた中、ちなみに成績も競い合った中でもあるロンロンが嫌味を含めた冗談を言うのは彼だけ。四角と与との関わり世間知らずで生活の仕方もわからないロンロンを初期にサポートしてくれていたのは豊曰くドリンクバーの使い方を教えてあげたとかなんとか。ロンロンの部屋にある生活必需品のほとんどは豊が当てた懸賞品。また、当時執拗にロンロンを連れ戻そうとする連中を追い払っていたのも豊。相当数の高級車が廃車になった。豊から見るとロンロンと遊ぶのを邪魔をする人々に見えたらしい。四角も部との関わりロンロンは後輩として接している。お互いに一定距離を取っているので特に親しい感じはないが、その分とても安定した中。モブッチ自体は謎の多いロンロンの過去に興味があるらしい。四角車文字、まな板との関わり純粋に会社の先輩。深い事情が垣間見えても見えないふりをしてくれる。シャモジは高級レストランの情報をロンロンからちょいちょい仕入れているらしい。以上です。お前、たまにいい店知ってると思ったら、そんな情報筋を使っていたのか。でへ、勝手な設定だから、都度変更されることもあるんだぜ。以上、若干1名様の要望に応えた、キャラクター設定紹介でした。それじゃ、改めてバイバイだぜ。